の楽しいこと発見。うちこちゃんがいく。皆さんこんにちは、うちこちゃんです。今日は改めて街並みのご紹介をさせていただきたいと思います。今ちょうど私は駐車場、街並み駐車場の看板の前に来ていて、そこから街並み保存地区を店を紹介しながら端から端まで歩いてみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。まず一番手前にドイツ料理のお店があります。スムシュバルツェンカイラーさんです。こちらは夜だけの営業なので、街並みを散策した後夜にまた戻ってきてお食事したいと思います。江戸時代末期から明治にかけての古い建物やお家が並んでいる保存地区になります。内子町は、木炉、ろうそくとか口紅とか炉の生産で栄えた町です。その時の名残が取れますね。それからこちらには町並み保存センターがあります。ちょっと入ってみましょうか。お邪魔します。おお、今ちょうどこの、こんにちは。この辺かな、橋の手前ですね。今ちょうど朝10時過ぎぐらいかな。まだちょっとお店も早かったりするところもあって静かですね。三角形の分かれ道のところにいましたが、ちょっと固定の展示があったり、なんと床屋さん現役です。でこの反対側に行けば、高照寺というお寺があって、涅槃像があったりして行かれる方も多いですけど、今日はまっすぐ進みます。ちょっと京都の、なんだっけ、八坂神社じゃなくて伏見稲荷ですか。伏見稲荷のちちみっちゃみいまみたいな感じの可愛らしい稲荷さんが2人、地域の方に守られてますね。写真スポットです。で手作りの梅干しとか、らっきょう漬け、おせんべい、しいたけ、うち子意外としいたけがたくさん取れるんですよ、知ってましたか。めっちゃ美味しい原木しいたけがあります。こちらのお宅には可愛らしい柴犬ワンちゃんがいるんです。そして先ほどご紹介したこの町並みは木炉で栄えた、お大敷があるんですけど、上羽賀亭という豪商のお家をですね、中見学することができます。見学は有料で、はい、こちらがお庭を、はい、自由に見れるということで、はい、はい、ちょっと先にお庭から、わあ、広いお庭ですね。可愛らしいこの子もザクロちゃんです。こちらには木炉がどうやって作られるかっていたかっていうね、ご説明があります。こちらにはカフェ、喫茶があります。
いいな、抹茶。この雰囲気で抹茶最高ですね。コーヒー、紅茶、ジュース、あ、梅サイダーとかも、甘酒。悩むな。お邪魔します。こんにちは。今日はお抹茶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。かわいい。こちらで作られてるゆずっこになります。ゆずっこですね、はい、お召し上がりください。かわいい、ちっちゃいお菓子がゆずっこです。いただきます。結構本当にゆず、あ、おいしい。なんか上品ですね。上品な甘さ。抹茶は、あ、いい香り。あ、美味しい。この甘いのとこの苦い実のある抹茶がいいですね。続いて中を見学してみましょう。お邪魔します。おお、なんといってもやっぱりこの、見てこの柱めっちゃ太い、40センチだそうです。これが3階まで続いてるんですって。すごくないですか。よっぽどその何ですかね、立派なおか家庭でしょうかすごい、あの豪商の証ですね。はい、上がってみようかな。この昔ながらのこの引き出しがついてる階段、素敵。よいしょ。わー、広いですね。梁とかも全部見える。この2階の部分は作りかけだそうです。こういう作りが途中のやつ見るのってなかなか貴重かなと思うんですけど、このチューブラリの3階をご覧ください。わっ、おっ、わ、ここから綺麗にお庭が見えます。すごい。さっきの通し柱が、あ、これか、これだ。これ、うん、ですね。これがさっき1階のとこから2階、3階まで。今じゃこんな材が手に入りませんよ。すごいなあ。お便所です。お月様三部屋。なんだこれ。化粧箱、こんなので売られてたんですよ。超高級品じゃないですか。チカちゃん、マクロクイズタッチ。おお、レベルを選んでください。これは上級暇ないのね、チコちゃんですからあ、いや、ごくよ、マクラ。あ、違います。正解。どっかにあるでしょ。あ、はい、違いました。箱、あ、よしよしよし。正解は7問でした。あ、もう一息ですって言われました。あ、ワークショップもあるんですって。クレヨン作りワークショップ。これ楽しそうですね。こういうクレヨンが作れるということで、いいですね。あとでちょっと聞いてみましょう。クレヨンワークショップがあるって見たんですけど、はい、あれってどんな感じなんですか。毎月第4日曜日の10時から15時まで行っているんです。毎月第4日曜日の10時から15時ですね。じゃあせっかくなんで
超子供の絵みたいになってますけど。クレオワークショップ第4日曜日10時からです。よいしょ、あ、楽しかった。見て、これセダワって言うんですけど、細い用水路がある抜け道というか、この先を抜けるとまた別の道に出たりして、こういうセダワがこの街並みにはいくつかあるので、それを探して歩いてみるのもおすすめです。こういう風にね、ただのなんか博物館みたいなんじゃなくて、もう住んでらっしゃる方がたくさんいるんですね。花の花だったりとか、そういう暮らしを感じていただける、なかなか珍しい街並みです。竹工房さんがあります。竹作りの工房です。こんにちは。今その水に浸してるのは柔らかくしてるところなんですか。そうですね。柔らかくしてしなみを良くして、ここ今ちょうど編んでるところ。巻いてるんですけど、こうしっかりね巻けるように、はいはいはい、なんかちょうどこういう風に見れるのがいいですね。 これってこう座って話しかけてもいいですか。やった、社長。ぜひこの街並みを見に来てくれた人たちがここに座って休憩してもらえるように。わあ、優しい。休憩がてら、まあ、作業もね、はい、もう見れるときっと滝を曲げるところを、あ、これはあの熱風が出ていて、竹は熱で曲げるので、あ、ちょっと曲がると思います。お、見えますか。ここになることも、こういうのによっては、その時はこうちゃんと4つ曲げてつくように。で、その時もやっぱりこことここの曲がり方が違うとおかしいので、へー、いいとこ見てもらった。あ、やった、ラッキー。なかなかこんなね、職人さんの技を目の前で見えることってない、ね。まあ、毎日はやらない作業なので。ちょっと中の作品を見てもいいですか。ぜひぜひ見てってください。かっこいい。いただきます。あ、すごい、椅子まで。綺麗、この細工すごいね。ぜひ座ってみてください。あ、いいですか。どうぞ、座って休んでてもいいし、座って見てもらってもいいし。いいね、当たりが優しい。自由、こういう方が、あ、すごい綺麗に揃ってる。見えます。これが手作りなんてすごいな、こんなのもある。あ、すごい、ちゃんとこう見て足がある。いいですね。指輪に、わ、これすごい、ドリッパー。コーヒー好きな方にはたまらないやつじゃないですか。サステナブルです。自然素材で。ペーパーイラーズ、ペーパーイラーズ。あ、これペーパーイラーズなんですか。わ、すごい、エコエコエコです。うちこちゃんが行く。そして新しいお店がオープンします。つばめ書房さん、本屋さんができます。こんにちは。はい。わー、すごい、本がたくさん。お邪魔しても大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。いろんなあの種類というかジャンルの本がありますね。あの、買い取りをしてるうちにだんだんこういろんなものが集まってきました。へー、すごい。こうなん、宇宙とか。ツバメ
号とアマゾン号っていう本がすごく好きで、この本のタイトルから取りました。どんなお話なんですか？はい、イギリス人の4人の兄弟が、自分たちだけでヨットに乗って、小さな島に渡ってアウトドアをするというお話です。冒険物語みたいな感じですね。そうですね。へえ。ご出身はどちらなんですか？私は、実家は石川県にあるんですけど。石川県、はい、来る前までは岡山県に住んでました。そうなんですね、はい、岡山からこちらの内子町に選ばれた理由とかって、はい、理由はですね、古い町並みが好きで、そういうとこでお店を出せたらなと思って、瀬戸内海沿いをぐるぐる探してたんですけど、たまたまここの物件が、はい、うまく借りられたので。ご縁あって。はい、ご縁あって。扉がちょっと隠し扉になってるんで、よかったら。隠し扉があります。これ、障子の戸を開けるように、これはだからスーッと、スーッと、はい、雑貨コーナーに行けるようになっております。わ、すごい。なんかちょっとこう風情ある風に言うと、なんかちょっと川が立ち渡ってるみたいな。ギルディングのポストカードも、はい、田崎社中さんのポストカードもありますね。これは、あ、お茶ですって。疫病隊さん今の時代にぴったりの。パッケージが可愛いかな。この鍋もすごい可愛い色ですね。自分で塗ったんです。自分で、すごい DIY ですね。通路も自分で塗ったんです。あ、通路もすごいじゃないですか。さて、続いてお隣はカフェがあります。なるカフェさんです。こんにちは。お邪魔します。よろしいでしょうか。よいしょ。わあ、いろんなメニューがありますね。ランチフードはスパイティーと焼きカレーと、どれも美味しそうだけど、ここはやっぱり私はミートスパゲティ大好きなので。ミートスパゲティにしようかな。ミートスパゲティと、はい、カメラマンさんはナポリタンで。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみ。うちこちゃんがいく。わ、チーズケーキ、チーズケーキとかイチゴケーキとか美味しそう。あんみつ、心踊るあんみつだって。いいですね、ネーミングセンスが。今度またスイーツを食べに来よう。があります。こちらです。じゃじゃん。なんといってもこの目の前にめっちゃでかい木が、ヤキの木、立派でしょ。もうなんかね、トトロの木みたい。トトロの木、ね、ジブリの映画に出てきそうな。お庭の隣が建物なんですけど、外観だけがいいでしょ。立派ですよね。
もう銅の錆びた感じとかもすごい素敵。そしてもう一つ、ちなみに新しいお店ができました。物歌さんという量り売りのお店なんだけど、どんなお店か覗いてみましょう。お邪魔します。あ、こんにちは。お邪魔します。すごい可愛いお店ですね。量り売りのお店だと聞いたんですけど、はい、基本的に体に優しい食べ物を中心に量り売りをしているお店で、はい、こういうドライフルーツとかナッツとか、はいはい、そのまま食べれるようなおやつがあるような、なるほど、中心に、どれも美味しそう。この瓶に入れてるのがまだやっぱりおしゃれですね。ヨーグルトとか召し上がられますか？好きです。あ、本当ですか？今日あのお客様にそういっぱいいたんですけど、アプリコットを、いいですね、はい、一晩ヨーグルトにつけておくと朝、つけておくと、はあ、そっか、はい、柔らかくなるんだ。プルプルになって美味しいです。ナッツは好きですか？ナッツ好きですよ。ナッツは一番人気のカシューナッツ。やっぱり、はい、私もカシューナッツなんですけど、炒め物とかに入れても美味しいじゃないですか。確かに、確かに、砕いたりしても。お、これはキヌア。キヌアです。キヌアってご存知ですか？キヌア、なんて説明したらいいんでしょうか？雑穀。そうですね、雑穀の一つで、南米とかでよく重宝されてる食べ物なんですけど、うん、私はよくご飯に混ぜて、栄養補給で食べてます。美味しいですね。へー、大豆ミートです。ヴィーガンの皆さん嬉しいお知らせです。大豆ミート、大豆でできたお肉の代わりみたいな感じですよね。そうですね、はい、これにしよう。有機クランベリーにします。はい、入れ物ごめんなさい、私持ってないんですけど、はい、ちょうどあのドネーション瓶で、ドネーション、はい、はい、自由に使っていいよっていう瓶を、はい、気に。このぐらいで、あ、5グラムじゃないわ、35グラム、35グラムなので 175円。意外とお手頃。はい、ありがとうございました。また来ます。さてさて、この辺にはね、喫茶店レンジローさんと、あと人気のパン屋さんシャルムさんがあるんですけど、ちょっとお腹がいっぱいなのでね、どうしようかな。アイスクリーム美味しそう。こんにちは。お邪魔します。いらっしゃいませ。見てこのメニューの達筆、かっこいい。お、いっぱいあります。そう、これこれ、オリジナルのデンジローのアイスクリーム、食べてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、ですね、はいはい、デンジローのアイスクリームのこのあんこトッピングのこちらをいただけますか？かしこまりました。はい、お待ちください。はい、お待たせしました。どうぞ、ゆっくりお召し上がりください。では、いただきます。あんこ溶けて、あんこの背中。ありがとうございます。今日はご覧いただいて。あんこがちょっとで。甘いの好き。一度ね、そのカツラ僕にも買うらしい。あ、いいですね、似合いそう。さすが。シャルムさんはちょっともうあのパンがないのかな、詰まっちゃってます。人気ですからね、お早めに。
詳しくはインスタグラムでご覧ください。ではもう次々お店いっぱいありますよ。今度はランプ屋一さんです。お邪魔しましょう。こんにちは。お邪魔します。ランプ屋一さんの西山さんです。おすすめとかありますか？最近は今作ってるのこういうちっちゃいランプを作り始めました。ちっちゃい、かわいい。ヴィンテージのタンクといつもののバーナーも合体させて、うん、今袋セットで、あら、便利。これがあれですよね、何でしたっけ、クークサ。クークサ、はい、これをなんか手で彫ってるんでしたっけ。手で彫った。これ飲み物なんですか？コーヒー飲んだり、スープ飲んだり。コーヒー飲んだり、なるほど、チコさんの栗の木。わ、すごい。これ巻き割り用ですか？巻き割り用。かっこいい。めっちゃ重いです。でもまああれですよね、重力というか、はい、あれでスッと入るかな。これは何ですか？オリジナルのファイアースターター。ファイアースターター、はい、あ、焚き火とかにこうシュッと、はい、押さえつけながら、ちょっと手前に、押さえつけながら、下げる。あ、で下にこう削ぎ落としてあげる感じで。怖いな、なんか。いきますよ。ゆっくり強めに。ゆっくり強めね。全然できんけど。あれ？力弱いか。斜めこう。うん、うん。わ、はい。え、ついた。え、もうついてますよ。ついてます。一瞬で。すごい、一瞬。バランスとか、こちらにもちょっと珍しいのあります。あ、これか、素敵。あ、すごい。これ竹でできてるんですね。竹でできてます。まあ、ちなみに竹工房さんの秋山さんにお願いしてダルを作られてるんですけど、ダル作る時に廃材として出た竹を、まあ、SDG 再利用でなんとカバーできないかと。お話を最近 SDD、 さっきの物岡さんといい、サステナビリティを、ね、意識されてる素敵なお店が多いってことですね。これはこのキャンパーなんですか？ランタンの押さえの、あー、なるほど。この下に はまってるっていうか、はい、こうすると、あ、でこれを抜いたらパパッと取れるってことですね。へー、エテコちゃんがいく。ありがとうございました。失礼します。はぁ、あ、癒されました。いや、ランプもね、一家に一台、そんな時代が来そうな気がしますね。ちょっとこちらは屋根の古い建物ですからね、メンテナンスも大事です。手仕事の、職人の手仕事のお土産が売られているところになります。今音はしてないからちょっと聞いてみようかな。お疲れ様です。YouTube でさ、なんか撮影しても大丈夫ですか？こんにちは、あ、いっぱいいろんなお土産とか工芸品が並んでますね。木工品が多いですね。このヘラ、私も使ってます。めっちゃ使いやすいんですよ。おすすめ。箸とかもあるし、バッパ弁当、弁当箱ですね。うわ、これ面白い。すごい、お餅。お餅かな。いや、あ、ほら、鏡餅。こういうのだとあれですね、お餅がカビなくていいかも。ちょっと不思議な道になってるんです。
だけど、なんでかっていうと、まあ、諸説あるかもしれないんですけど、あの百姓一揆だっけ、何かこうバーってきた時にここでスピードを落とす役割があったと言われてるらしいですよ。あ、ここ覚えてますか皆さん。第1回目を見たさくださった方は、この向こうに天神社といって階段がすごい高い長い神社があります。これは第1回の1番目のやつ、よかったら見てくださいね。絶景です。それからここもお宿ですね。一戸貸の素敵な素敵なお宿です。さて、街並みもそろそろ終わりに近づいてきました。最後に素敵なお店をもう一つ紹介したいと思います。こちらです。うちこまれさんです。こんにちは、お邪魔します。お茶をいただきに来ました。っていうか、これ何ですか。すごいなんかいい香りが。黒文字って言ってクラフトビールを今あの作ろうと思っていて、へーすごい。原料というか香り付けにこの黒文字っていう、ちなみにこれは小田で取ってきたやつなんですけど、チコ町の小田地区に行って取れた大勢の農家さんのユズ、あ、ユズ。これがこの皮が剥かれて、皮はもう今もう状態ですね。そうです、皮だけ使う。あ、皮だけ使うんだ。へー。でそれを、まあ、松山のビール会社にと一緒に作る。うちこまれオリジナル。そうです、そうです。うちこまれオリジナルビール、いつ頃できる予定ですか。11月。11月、結構すぐですね。そうそうそう。あ、お楽しみに。うちこでお茶を作っているのかさ、紅茶も加工して作っていて、その紅茶を使ったチャイ。あ、いいですね、チャイ。美味しい、ほっとする味ですね。チャイって紅茶でできてるって知ってました？もともと知らないです。知らないでしょ。私も最近知りました。あ、紅茶からできるんだ。煮出してるんだって。へえ。にスパイス、シナモンとかが入ってる。そうなんですね。お店によっていろいろチャイに入ってるスパイスが違ったりするらしいですよ。へえ。うちこちゃん大工。はい、というわけで日も暮れてきました。夜6時過ぎです。先ほど通り過ぎたカイラーさんに再び戻ってきました。夜ご飯を食べたいと思います。楽しみ。よいしょ。こんばんは。お願いします。さて、何を食べましょうか。おすすめは何ですか。おすすめは日本でうちしか飲めないビールがあるんですけど、へえ、それがすごい、はい、ドイツのケラービールっていうのが、これが日本でうちしか飲めないので。あ、本当だ、これを飲めるのは日本で当店だけ。めっちゃすごいじゃないですか。美味しいですよ。へえ。じゃあ、うん、そうですね。こっちとかメニューになる。はいはい。ごめんなさい。お、おめでとう。そうですね。すごい。ドイツの家庭料理。どうしようかな。一押しは。一押しは。うちこでチーズ作ってるんですけど。ああ、はい、うん、そうですね。うん、うん。モカプレーゼですとか。ああ、なるほど。じゃあ、カプレーゼと、はい、さっきのケラービールと、はい、かしこまりました。まずそちらお待ちします、ね、あ、わかりました。はい、まだまだ食べれます。
ドイツのフライドポテト、これ美味しいんですよね。じゃじゃん、早い。ケラービールめっちゃあるな。大丈夫かな、全部飲めるだろうか。すごい可愛い、なんかこの主さんがいらっしゃいます。美味しい、深みがある感じです。日本のビールとやっぱちょっと違いますよね、外国のビールって。しまーす、チコチーズ。あー、綺麗。うん、一口で食べてしまって気が開かない。すごいチーズがなんて言うんだろう、しっかりしててあっさりして美味しいです。フライドポテト、フライドポテト。これがね、めっちゃうまなんですよ。この特別なドイツのスパイスがかかってて止まらないやつです。お、赤赤、うん、うまっ。あ、ビールに合う。うん、これは名前がね、シュニッツ、シュニッツェです。汁しっかりつけて。いただきます。うん。うん。バターが濃厚で、うん、鶏肉はさっぱり。うん。おいしい。でしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ皆さんもゆっくりと古い町並み探索してみてください。お待ちしています。またねー。